エンリコ・タッツオーリは、イタリアの愛国者、神父。ベルフィオーレの殉教者の一人として知られる。1812年4月19日、ロンバルディア州マントバ県のカンネートスッドオリオに、生まれる。父・ピエトロ・タッツオーリは、治安判事でありまた行政官を務めていた。母・イサベラ・アッリ・バベーネは、貴族の家系の出であった。エンリコ、という名は、エンリコ・ナポレオネにちなんだものであった。 1821年、合意とで、中等学校の第2組に入学する。この学校に入ってすぐ、タッツオリは、宗教者としての生き方に傾倒するようになった。その後、ベローナの神学校に入学する。1835年4月19日、ベローナの司教により、聖職者として任命される。というのも、ジュゼッペ・マリア・ボッチの死後、マントバ県に一つ空席があったからである。 1844年、タッツオーリは人々の書を発行するが、これは社会的不平等を求断するものであった。その後、マントバ市の神学校で哲学の教授となり、教団に立つ。プロテスタントに改修したことは一度もなかった。ズッカーロ地区にあるマントバ聖堂の近くに母親と一緒に住んでいた。1848年11月12日、タッツオリは 初めて逮捕される。逮捕理由は、制度で、前世的な帝国支配に反対する内容の説教を行ったから、というものだった。1630年のマントバの略奪での、ドイツ帝国軍による暴挙を非難したものだったが、これは明らかにタッツオーリの時代のオーストリア帝国に、対する当てこすりであった。逮捕は、所長、カール・ピシュラー・フォン・ディーベンの命令によるものだった。 この男は、1849年に、ボローニャで、ウーゴ・バッシの銃殺を命じ、また1851年には、ジョバン・ニグリオリに、同じく銃殺を命じた人物だった。とは言うものの、しばらくの間は逮捕はしても、それは警告の意味でのみ、行われたものだった。所長は、家宅捜索の際には、本の中にあった三色スカーフには目をつぶった。しかし、イニャツェオ・カンの、 5日間とジョバンニ・ニベルシェの死臭だけは焼き捨てるよう母親に警告したのだった。タッツオリはその後釈放され自宅への木とあまたの群衆が彼の勇気と考え方に賞賛を送ってくれるのを目にしたのである。タッツオリはジュゼッペ・マッツィーニの宗教観には距離を置いていた。しかしその一方でマッツィーニが結成した青年イタリアこそが 具体的な行動に訴えることができるだけの人員と組織を用意できる唯一の団体だと確信するようになっていた。カトリックの博愛精神とその教育方法に就寝していたダッツオリは、キリスト教の啓蒙の原則をリソルジメントの人道主義的精神、民主主義的精神と結びつけ、彼にとって第二の宗教とも言うべき母国への至上の愛を形作っていったのである。 1850年11月2日、マントバの十番街のある家で20人のマントバっ子たちが会合を開いた。ハンオーストリアのための反売計画のもとになった会合だった。タッツオリが中心となって暴略に参加する者たちをまとめた。タッツオリはマッツイニとも連絡を取り、マッツイニの小冊子の配布も積極的に行った。 オーストリアの警官たちは偶然この小冊子を見つけ、持ち主を拷問することで防御を知った。タッツオリは1852年1月27日に逮捕された。多くの書類が差し押さえられたが、その中には収入と支出が暗号で記されたものが含まれていた。しかし、そこには金を支払った構成員たちの名前も記されていたのである。6月24日、 牢獄に入っている最中、タッツオーリは自分のノートの中の暗号、それは彼が使用していた図に基づいて作成したものだったが、その暗号の鍵がオーストリア人たちに解読されたことを知った。そしてマントバ、ベローナ、ブレシア、ベネツィアから集まった構成員たちが逮捕されたのだった。同年12月7日、タッツオーリはマントバのベルフィオーレで仲間4人と共に、 公主刑に処され、翌年には、さらに4人が処刑された。彼らの処刑は、ヨーゼフ・ラデツキー総督による、独立運動の大規模な弾圧の始まりとなり、ベリフィオーレの殉教者として記憶されることとなった。タッツオリの名は、独立後のイタリア海軍の潜水艦に2度、命名されている。一つは、カルビ級潜水艦の一隻、そして第二次世界大戦後に、アメリカから対応された。 S-511 である、注釈出典参考文献。ありがとうございます。